そういえばもう来月はクリスマスですね。クリスマスといえば恋人。素敵な恋人と一緒に過ごしたいわ。恋人か。炭治郎と一緒に過ごせたら、すごく素敵なクリスマスになりそうだな。ねえねえねえ。ねえ。確かにクリスマスといえば恋人と一緒に過ごすっていうイメージがありますよね。あんたたちにクリスマスを過ごす素敵な恋人見つかるのかしら。鬼舞辻無惨、私たちにだってクリスマスを一緒に過ごす素敵な恋人きっと見つかるわ。そうよ。ムム。あら、そうかしら。だってあなたたち大食い怪力女だし。なんてこと言うのよ。毒舌毒女だし。まあ失礼な。無口無表情女だし。最近は喋るようになってきたけど。ムームー竹女だし。ムームー、あなたたちにモテる要素なんて一個もないじゃない。まあ失礼な。でも確かにこんな大食い怪力な私、好きになってくれる人いるのかな。無口無表情で仲良くなってくれる男の子はいるのかな。むむむむ。どうやらあんたたち不安になってきたようね。だけど大丈夫。私がクリスマスを一緒に過ごすのにぴったりのとっても強くてかっこいい男の子たちを連れてきたから。強くてかっこいい男の子たち？まあそれはどんな人たちかしら。あんたたちがカップルになる強くてかっこいい男の子たちはこの網だくじで決めちゃうわよ。さあ、あんたたち位置につきなさい。鬼舞辻無惨の言う通り、私たち網だくじの前にスタンバイしてみましたよ。この網だくじの先にとっても強くてかっこいい男の子が待ってるから楽しみにしてるがよい。まあ、ちゃっかり鬼舞辻無惨も網だくじをしようとしてるわね。ねえねえ、まずはカナオ、カナオから網だくじで素敵な男の子に巡り合うのだ。さあ、網だくじを開始しろ。鬼舞辻無惨の言う通りにするのはちょっと嫌だけど、でもどんな男の子に出会えるのかドキドキしちゃう。こっちに進んで、こっちに進んでっと、あ、私が網だくじで出会った男の子はこの子。あなたの名前はなんて言うの？僕の名前はデク。君の名前は？私はカナオ。よかった。なんだかすごく優しそうで、話しやすそう。素敵な男の子。ねえ、もしよければ蝶屋敷へ遊びに来ない？蝶屋敷？それはどんなところなの？すごく強くなれる、訓練ができるところよ。そして、美味しいお料理もあるわ。わー、素敵なところだね。僕、一生懸命修行したい。じゃあ、蝶屋敷へ行きましょう。うん。まあ、カナオちゃん、素敵な男の子とカップルになれてよかったわね。まずは一組目だな。次、ミツリ、お前が行け。どうして鬼舞辻無惨の言う通りにしないといけないのか、未だによくわからないけど、でも、素敵な男の子と出会えるのも嬉しいわ。私はどんな男の子と出会えるのかしら。あ、私がたどり着いた先にいた男の子はこの男の子よ。私はミツリ。あなたの名前はなんて言うの？俺はルフィ。強いやつを探してるんだ。まあそうなの。私結構強いわよ。そうなのか。一緒に戦おうぜ。うん、いいわよ。そして、美味しいお店も知ってるの。私、たくさん食べるの大好き。俺もたくさん食べるの大好きだ。よし、どっちがより多く量を食べるか競争だ。いいわね。大食いチャレンジね。いいお店知ってるわ。どこだ？連れてってくれ。まあ、大食いチャレンジデートですか。みつりちゃんらしくていいですね。ねえねえ。次は胡蝶忍、お前の番だ。本当、鬼舞辻無惨に指図されるのは嫌ですけど、でもどんな強い素敵な男の子に出会えるのかドキドキしちゃいます。誰と出会えるんでしょうか。あ、私がたどり着いた網だくじの先にいたのはこの男の子です。
あの、あなたのお名前なんて言うんですか？俺の名前はマイキー。君の名前は？私は胡蝶しのぶです。しのぶか、すごくいい名前だな。まあ、ありがとうございます。なあしのぶ、これから俺のバイクに乗らないか？俺のバイクで海辺をドライブしよう。海辺のドライブですか、素敵ですね。ぜひお供させてください。よし、こっちだ。俺の自慢のバイク見せてあげる。はい。バイクで海辺をデートか、なかなか素敵だな。ムム、次はかまどねずこ、お前の番だ。ムム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 ム最後は私の番だ。私はどんな強くてかっこいい男と巡り合うのだろうか、楽しみだ。私よりも強ければいいだな。少しは私を楽しませてくれるだろう。おや、私がたどり着いた先にいたのはこの男か。この男、ただならぬ強さを感じるぞ。お前、名前は何て言うのだ？僕の名前は五条悟だよ。君、なんだかちょっと呪いの気配を感じるね。怪しいな。俺が払っちゃおうかな。やれるもんならやってみるがよい。じゃあ、あっちで決闘デートってことで戦ってみよう。望むところだ。今日は鬼滅女子たちが阿弥陀寺でたくさんの素敵な男の子と出会ったよ。今日出会った男の子たち素敵だなと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいな。鬼滅女子が好きな人たちはチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。